んにちは、平山茂です。どうも皆さんこんにちは。今日はですね、5月14日金曜日の現在時刻お昼3時13分でございます。本日もお仕事の方お疲れ様でした。ご苦労様でした。僕もですね、今日は午前中だけお仕事だったんですけれども、本当にね、暑くてというところで、本当にね、外でお仕事されている方も今日は結構危なかったんじゃないかなと思っております。大丈夫ですね。じゃあ大丈夫。今日なんですけれども、私はですね、また大好きなちょっと Google マップを見ておりましたら、気になる場所を見つけてしまったんですね。今日ですね、私が何を見つけたかと言いますと、サーキット、多分サーキットなんですけど、いや、わからない、ちょっと本当にわからない、行ってみないとわからないということで行ってみます。ちょっとね、航空写真をお見せすると、ここに今ね、ちょっと表示してると思うんですけれども、多分まだ完成してないんです。完成してなくて、Google マップで調べたんですが、 Google マップ上もまだ何も情報が載ってない状態です。で、いろいろ調べました。そうしましたらですね、このサーキットと思われる場所のすぐ西側にですね、トヨタ自動車さんのテストコースがあったんですね。トヨタテクニカルコース下山だったかな、そんなようなテストコースが、そこもね、まだできたばっかりのコースで、結構 YouTube とかでも動画は上がってます。俳優の香川照之さんもね、多分トヨタの社長と一緒に来てるようなね、動画もちらっと確認できました。ただそこではないんです。今日はそのトヨタテクニカルコースの東側に謎のサーキットがある、謎のテストコースがまた作られているということで、ただまあトヨタと関連がある施設なのかどうかもまだ分かりません。とにかくちょっと行ってみたいと思います。今ですね、この南側のですね、そのコースらしきところに近づいていける道があったんですけれども、ここは立ち入り禁止になってますね。トヨタ自動車株式会社となっております。で、ちょっとね、東側にも近づけるんじゃないかという場所があるので、そちら行ってみます。ここも行けなくなってますね。何箇所、4箇所ぐらい今全部でそのサーキットに続くであろう道に来たんですが、ちょっと入れませんね。あそこにね、謎の、見えますかね、これ高速道路みたいな状態ですね。ここに足があるので、で、上を走ってるというような、いやー、気になる。さあ、ちょっとですね、僕が目指したサーキットはどうやってもちょっと近づくことができないので、この西側にあるトヨタテクニカルセンター下山に来ました。もうこの上、これがもう早速テストコースですね。僕が今走っているところは普通に一般の車が走れる道路でございます。さあ、また見えてきました。この上を走ってる道路もテストコースです。さあ、その奥に右手に見えてまいりました、トヨタテクニカルセンター下山。立派ですね。ちょっとたどり着けなかったですね。ちょっと今日はミッションクリアならずですね。まあ、
の謎のサーキット、まあ、コース、テストコースだと思うんですけれども、トヨタさんのね、トヨタテクニカルセンター下山からつながってるのは間違いないなと思います。ただちょっとね、肉眼で見ることはできませんでした。もう完全に封鎖されてたり、もう警備員がね、まあ、工事車両が入るということで、もう警備員がいたりっていうところで、でもちょっと一般の人間はね、ちょっと入ることができませんでした。いやー、ちょっとまたね、 Google マップちょっとまだね、 Google Earth は見てないんですけど、 Google マップがねまた更新されたら、まあ、どうなってるのかなっていうのが気になりますし、またねちょっと完成したらね、どのような形で発表されるのかなっていうのが気になりますね。いやー、まあでも大丈夫ですね。大丈夫ですね。まあ今日はちょっとね、ミッションクリアならずということで、ちょっとね皆さんもがっかりした方いると思うんですけど、まあということで、ちょっとね今日はこのような形になりましたけども、大丈夫ということで、それではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。どうも眩しくてすいません。また明日。